陸上世界選手権第8日、26日、ハンガリー・ブダペスト、男子400メートルリレー決勝で日本、酒井、柳田、小池、サニブラウン、は37秒83の5位で、2大会ぶりのメダル獲得はならなかった。日本の、お家芸、復活はお預けとなった。男子400メートル決勝はメダルまで0秒07の5位に終わった。みんなやるべきことはすべてやって臨んだ。 メダルを取れなくて悔しいですけど、決勝で走ったことが今後の経験になったかなと思います。2019年同ーハ大会以来、3位のメダルには届かなかったが、最終4層のサニブラウンは悲観しなかった。一番外の9レーンで1層の境がスタート。各国のエース級が集まる2層で柳田が少しリードを広げられたが、3層小池が必死に追いかけた。ただ、 アンカーへのバトンをスムーズに渡せずにタイムロス。サニブラウンの激しい追い上げもわずかに及ばなかった。世界トップクラスのバトンパスが持ち味の日本チーム。8年北京五輪、16年リオデジャネイロ五輪で銀メダルを獲得し、世界選手権は17、19年と2大会連続で銅メダルに輝いた。ただ、21年の東京五輪は1層と2層の間でバトンが渡らず途中棄権。 昨夏のオレゴンでの世界選手権はバトンミスで予選失格となった。今大会は100メートルで2大会連続の入賞を果たしたサニブラウンがメンバー入りし、メダルへの期待が高かった。雪辱の舞台はライカの五輪。記録を見てもメダルには手の届く位置にいる。少しのミスが響いてしまう種目で難しさはあるが、来年以降に向けて収穫もあった、と小池は力を込めた。 リレー侍がパリで表彰台を狙う。